山崎亜美のうるおうリコメンド。おはようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは、山崎亜美です。今週も今日がうるおうコンテンツをおすすめしていきます。女子は大倉さんとじゃがメガネです。大倉です。はい、または宮崎と申します。今回はですね、短いリーディングからお願いします。初見ですこれ、ごめんなさい。彼の名はアルトゥル。誰よりも日本を推すラトビア人だ。日本を訪れてメロンパンに出会い、好きな食べ物第1位がメロンパンになった。だが彼が今暮らすジョージアにメロンパンはない。それならば作ればいい。そんな前向きな精神でメロンパンにとどまらず、グラコロバーガーや冷やし中華、たこ焼き、レトロなクリームソーダ、たい焼き、やみつききゅうりなど、日本滞在中に食べた思い出の味を次々に再現する様子をツイッター改め X に投稿し話題になっています。納豆や豆腐も大豆から手作りする執念ぶりはたびたびフォロワーを驚かせてきた。ちょっとなんか語尾迷った。このまま読んだ方がいいのかと思って。あ、なるほど、それでですね、もう一回いきますね。はい、いきます。はい、納豆や豆腐も大豆から手作りする執念ぶりはたびたびフォロワーを驚かせてきた。そんなアルトゥルと日本の出会いは小学生の時。日本のアニメポケモンを見て以来、日本に憧れ日本の文化や言語を勉強。だが遠い異国の日本を訪れる機会はなく、ラトビアの銀行でエンジニアとして働いていた。そんな時、ラトビアに旅行に来ていた日本人と偶然知り合い、意気投合。22歳だった2016年、ついに念願の初来日を果たした。それからというもの、来日を重ね、日本にいない時も彼ならではの独特な切り口で日本愛を発信し続けている。はい、ありがとうございます。はい、はい、私が今日おすすめするのは、はい、誰よりも日本を愛し日本を推している、はい、推し活をしているラトビア人のアルトゥルさんです。はい、アルトゥルさん、はい、すごいフォロワーいますよ。43万人、はい、フォロワーがいまして、すごい。私もこう最初ツイッターに流れてきたところで、何なんだこれはと思って、でフォローするようになったんですけど、もう日本へのただならぬ愛が溢れまくってます。ただならない。その愛を表現する言葉の選び方が本当に素敵で気持ちいいんですよ、本当に、うん、なんか爽快で愉快なこうツイッターセンスをお持ちの方です。で、日本の魅力、こうわびさびポップみたいな、うんうんうん、そういうの全部アルトゥルさんには詰まっていて、すごいんですよ。そう、この日本の文化のいいところってわびさびポップだなっていうのは、私はもうアルトゥルさんを見て自分の中で自己解決しました。あ、もうそれを、そうです、それを全て兼ね備えているのもアルトゥルさんなんですよ。すごいんです。ちょっとこれはと思ったふふふツイートを、はい、アミさんに読んでもらいたいなと思って持ってきたんですけど、ちょっといきなりステーキを見てしまうと、対義語は何だろうなと考えてしまい、食べることに集中できなくなるんですが、とりあえず最終決戦で、じらしてユッケと計画的コブサラダが残ったんですが、やっぱり前もってカルパッチョには勝てないなと思ったし、ステーキは美味しかったです。すごくないですか、このワードセンスね。すごくないですか、いきなりステーキ。もうなんか羨ましいですよ、その語彙力が。わー、前もってカルパッチョ、ずらしてユッケ、計画的コブサラダ、素晴らしいです。すごいですよね、日本語遊びが上手なんですよ。もう高3ですよ、私日本語を母語として生きてきたんですけど、高3してますね、完全に。 いいですね、ワードセンスも。すごい素敵なんですよ、ね、で、そのか考え方というかもすごい素敵で、うん、ちょっとそれが匂っているものをもう一つお願いします。きっとあの人とは考え方も性格も合わないだろうなって思う人がいるかもしれないけど、話をしてみたら案外仲良くなれることってあると思うんですよね。合わないって決めつけず寄り添うのって大切。それを教えてくれたのはいぶりがっことクリームチーズ。これ最強のコンビネーションすぎるんだが。素晴らしいですね。なんでいぶりがっことクリームチーズ見てこれを思うんですかね。すごいですね、このチョイスすごいですよ、ね、でもなんか確かに大人になっていぶりがっことチーズ居酒屋で頼んだ時に、ね、なんだこれはって思ったんです。でもその心はもう忘れてしまっていて、当たり前のように食べていたけれども、ね、確かに何その組み合わせ。和と洋が
こんなに合うなんて。その日本人の感覚をアルトルさんに思い出させてもらうっていう。そうですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そっか、当たり前をまた再認識させてくれるんですね。そういえばそうだ。そうで、なんかこの投稿だけ見てると、うん、日本のことをつぶやきすぎてて、なんか私も最初日本にずっといるのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、アルテルさんは前はラトビアで、今はジョージアに在住で、日本にはなかなか来られないんですね、うん、だからこそこう亜美さんに紹介してもらったように、ありとあらゆる日本の食べ物を紹介して、私メロンパン手作りする人いるんだって普通作らないですよ ね、クッキー生地もパン生地も両方作らなきゃいけないですもんね、うん、でもうありとあらゆる日本の料理、うん、料理そう食べ物を再現して、ね、でそれをもうめちゃくちゃ楽しそうなんですよね、うん、このキラキラの笑顔で、そうで美味しそうで、確かになんかメロンパンとかたこ焼きとか、うん、なんか別にいつも見てるじゃないですか私たち、うんうんうん、でもアルジュルさんが作ったものをなんかあんな楽しそうに写真で見せられるとすごい食べたくなるんですよ。そう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 。で、アルジュルさんがなんか最初バズった時は、うん、そうめんを、うん、茹でた時に、うん、そうめんって結構さっぱりしてるしっていう知識はあったらしくて、うん、なんか4束くらいいけるだろうと思って、うん、袋を1袋全部茹でたらしいんですよでそしたらこう大きくなって鍋から溢れてしまってみたいな、それをツイートしたところすごくバズって注目を集めるようになったっていうことでした。なるほど。さっきちょっとその考え方も素敵っていう風にお話ししたんですけど、うんうん、めちゃくちゃ前向きなんですね、うん、今のいぶり学校のように、はいはい、なんか私としてはこのユーモアと前向きさは結構亜美先生の教えと通ずるところがあるかなと思って見直してたんですけど、はい、ちょっとその亜美先生と通じるんじゃないか発信として、なんかアルテルさんはすごいもう日本への信じられないくらいの愛を、異常な愛を発信してるので、うん、心ない日本人なのかわからないですけど、だから結構なんか叩かれることも多いんですよ。叩かれちゃうことも、本当にそんなこと思ってるのみたいなとか、なんかその言語が好きだ、日本の言語、はい、平成とか昭和の言語が好きだっていうと、いやでもあれは不便だよねみたいな昭和が何年で終わるか分かるのみたいな絡まれ方もしちゃうんですね。何ですかそれ。絡んでくる人がいるんですよね。何なん、腹立たしいじゃないですかごめんなさい、ちょっと私を睨みながら何なんて言わないでそれに対してアルテルさんがどうやって反応するかを読んでもらいたいです。なるほど。我が名はアルテル、日本箱推しラトビア人、日本の文化など褒めると時々日本人にすり寄って気持ち悪いと言われることもあるが、今日も元気に日本の発明に感謝。ケチャップとマスタードが一度で出てくる素晴らしいグッズ、こんな便利なものを誕生させてくれてありがとう。推しは押せるときに押せいいですねと言ってアメリカンドッグですかね、アメリカンドッグ、ね、アメリカンドッグをコンビニかな、うん、で食べてる写真とともに発信っていう、わかる、このなんかいいですよね、誰も傷つかないというか、うん、むしろ幸せにしていく、超ポジティブですね。いや素晴らしい、そこで日本を嫌いにならないでくれてありがとうって思いますね。もう一個めっちゃいいのあるんで、あ、何まだあるの、何日本の文化が好きというと、少数の方から日本に来るな、故郷に帰れ、お前は何も分かっていないという言葉をいただくのですが、自分の正体を周りには見えないようにし、辛口の批判する人のことをスパイシーチキンと呼ぶようにしているのでスパイシーチキン食べて酒飲んでやり返してやる。めっちゃ素敵解決方法がとてもいいじゃないですか。すごいですよね。なんかそのチキン野郎のチキンと辛口です。あ、そういうことか。辛口評価。そう。だからその匿名で言いたいことを言ってくる人たちはみんなスパイシーチキンであるという。いいですね。しかも食べてるから。食べちゃう。美味しくいただいてるし、ちゃんと。そうなんです。ね、お酒のあてにしているという。ラトビア人。素晴らしい。こうありたいもんですね。いや本当そう、憧れちゃうんですよね。ユーモアで返せるって素晴らしい。日本人でもできないですよね、うん、そうで人気でこの放送の時でも予約期間は終わってしまっているんですけれども、うん、はい、なんと ビレ版からアベレッジ版があるから、はいはい、作っておりまして、すごいな。そうなんですよ。そのここまでビレ版からグッズが出ちゃうってすごいですね自主販売じゃないんですね。そうです、ビレ版から、はい、でも、はい、注文しないと買えないやつなんですけど、そうなんですよ、うん、でその内容がですね、教えてください、はい、まあ、やっぱ推し活をしているということで、うん、やっぱクリアキーホルダー、ステッカー、
ポーチ、トートバッグ、うん、この後すごいですよ、エマ、エマ、うん、エマって皆さん急にジャパン突然であれですけど、うん、あのあれですね、神社にあるエマですね、はいはいはい、そしてマスジャパン出してくるね、やっぱりちゃんとアルトゥルさんの顔がプリントされてます。そうなんですよ、アルトゥルさんがあのメロンパンを持っている写真をあのプリントしたグッズを、私今日と間に合ってまだ届いてないんですけど、私はマスを注文いたしました。買ってるの、はい、何に使うのお酒、お酒を日本酒を飲みます。嘘、大倉さん体の半分以上焼酎でできてるんじゃなかったですか。焼酎飲めればどこでもいいです。焼酎は別にマスで飲んだっていいんですよ。いや、だから焼酎入れるんですよ。そうです、ちょうどいい大きさですよね。あれで日本酒飲んだらやっぱちょっと酔っ払っちゃうと思うので焼酎を入れたいと思います。焼酎を入れた、そうですね、すごい素敵な、いつも私は元気をもらっている、ね、わいいですね、アルトゥルさん。知らなかったアルトゥルさん、取材したいんですよね。取材してくださいよ。日本にいらっしゃるタイミングわかんないですよね。それ音声撮ってください。いろいろこれ紹介しますから ね、せっかくだから、それ連載してもらいたい。連載してもらいたいですね。確かに面白いですよ。確かに。じゃあ音声付き連載でお願いします、ね、新しい、うん、アルトゥルさんお願いします。ぜひこの場をお返して。いや、そうで、なんかあの本当に見た目もかっこいいんですよね、はい、うん、笑顔、うんうん、とてもキュートな、うんうん、そうで、チャームポイントが青髪、うん、あ、そうですね、そうなんですよ、うんうん、なんかどうやって今日紹介しよう、アルトゥルさんをって考えてて、うん、ボツになった案なんですけど、はい、私あのアルトゥルさんは、ま、存在がメロンパンなのではないかというふうに思って、いや、なんかメロンパンって、うん、まず見た目が可愛いじゃないですか、うん、かわいい、何あの形って思いません？うんうんうん、で、あのもう皆さんメロンパンに慣れてしまってますけど、うん、メロンパンを初めて見た気持ちになって見てもらうと、パン屋さんになんで あの見た目のやつがあるんだと、しかもちょっと雲みたいで可愛いですよね。しかもメロンって何って、メロン要素どこ、そう、確かに、し本当はクリーム色なのにメロンパンっていうからなんとなく緑色のイメージもあるじゃないですか。確かに。で、なんか鮮やかだなっていう、で、なんか外はサクサクなのに中はふわふわで、うん、クリームが入っていたり生クリーム、うんうん、をつけて食べたりとかして、うん、あ、もう終わりますね。でどうしたの、なになに、ので、うん、なんか見た目に反すというか、ラトビア人なのにこんなに日本語をしてくれて、うん、なんか見た目も中身も素敵なアルトゥルさんみたいだなって思いました。どうしたんですか。意外と内容なかった。急に泣きそうな声になってきて、どうしたの。着地が分からなかった。着地点、今日も着地点が見えないと。これはボツにしたんです。あ、そういうこと、うん、この入り口無理だなと思って。熱量は伝わりました。でもなんとなくイメージが似てるなって私の中では。でもアミさん、今日メロンパンを買ってきています、はい、え、なんで、私はもうメロンパンのことを考えすぎて、あ、なんでじゃないよ。一緒に食べましょうよね。食べましょう。じゃあ食べましょう。なんでそんな言い方ないじゃないちょっと単純に疑問に。何買ってきてんだよ。いや、ほらサムネイルにね。ごめんごめん。あ、そかそか。あ、そかそか。で、で食べようかな。そか。そうなんです。そか。じゃあこれを見てる、あ、聞いてる人も見てるかもしれない。あ、そうですね。見ながら聞いてくれてるかもしれないですね。そうですそうです。え、食べます、ね、はい、後々美味しくいただきました。そうなんです。こんな感じですか。はい、ありがとうございました。うるりこ、はい、では皆さん今回も潤っていただけましたでしょうか。では大倉さんが短いお知らせとオリジナル短歌を読んでくれます。はい、うるりこは YouTube と Podcast でお届けしています。そして SNS もいろいろやっております。トークや動画について楽しい感想の書き込み、ぜひよろしくお願いいたします。はい、毎日電車で通勤して、そういえば私のやりたいことってなんだっけ、はい、と考えてしまう、うん、ちょっと辛い大人たちに捧げたいと思います。はい、お願いします。はい、大好きを極めし君に近づきたくてメロンパン買ってみる出社の朝。なるほど。これまたなんか美しい感じですね。いいですね。ありがとうございます。朝の感じが出ますね。はい、うん、爽やか。今日買ったメロンパンですよね。そうですそうです。今日買ったメロンパンでございます。私はメロンパンを買いに行ったんです。メロンパンを買えばアルトゥルさんに近づけるのではないかという。そうですね。なるほど。そういう楽しみで生きるしかないですね。はい。まとめが乱暴。小さい楽しみを。小さい楽しみ、ね、はい、はい、ぜひチャンネル登録やフォローお願いします。てか次回も聞いてください。てかてか次回も聞いてください。お相手山崎亜美と大倉と宮崎でした。
今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。バイバイ。